村松亀一郎村松亀一郎昭和3年9月22日は日本の衆議院議員弁護士。いとこに村松山武時がいる。道の区国留軍西軍村出身。漢学を学び、江戸に出ようとするも明治維新の混乱で引き返し、仙台で範囲の大月氏の下で学んだ。その後、1872年に東京に出て、 元田氏の法律学者で学んだ。1876年、大言人の試験に合格し、松本、上田で業務を行った。1878年、大井健太郎が創設した、妙暴学者が、第一分社を仙台に置くことになると、その主管に任命された。自由民権運動に積極的に参加し、 1880年、河野広中らと民権派による東北七州懇親会を開き、同年の国会規制同盟大阪大会に出席した。その後、福島事件が起こり、民権派の山口千代作、田本秀明の両名が逃れてくると、これをかくまった。この件で、刑禁錮、罰金の判決を受けたが、帰って大元人としての名声は高まった。 1884年、県会議員に選出され、1891年には議長に選出された。その間、大道団結運動に参加し、1889年に仙台市会議員に当選し、議長となった。市会議員の在職は24年に及んだ。1892年、第2回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。その後、 第7回から第12回まで連続当選を果たし、第13回と第15回で補欠当選した。ありがとうございます。